はい、今回はご質問いただきましたベガスプロで色修査、色ずれの表現を作る方法をご紹介していきます。こういった色ずれの表現を作る場合は、一つの素材を RGB の3色の素材に分割して、それらを重ねて合成していくことで作っていきます。まず黒の背景をタイムラインに配置しておきます。メディアジェネレーターから単色黒を配置します。次に色修差を作る素材をタイムラインに配置します。レイヤーの順序は上に移動。この素材を RGB の3色に分けていきます。イベント FX、 チャンネルブレンド、こちらのエフェクトを追加します。もう一つ追加、これでチャンネルブレンドが2つ設定されました。この状態で OK を押します。2つチャンネルブレンドがあります。まず左側、この1つ目のチャンネルブレンドですね、これをプリセットからレッドチャンネルの割り当てを適用します。これで赤いチャンネルだけが選択されました。次に2つ目のチャンネルブレンド、これをレッドのみに設定します。これで赤いチャンネルに対して赤い色だけが乗っている状態となります。でこの状態ですと、赤に対して若干余計な数値が掛け合わされているので、元々の赤の位置をそのままにして他の数値を0にします。こんな感じですね。これで純粋な赤だけの色味となりました。そしてこのタイムラインの素材の描画モードをスクリーンに変えておきます。これで赤いチャンネル R ですねの素材ができました。続けてグリーンを作っていきます。右クリック、トラックを複製、上のレイヤーをグリーンとしておきます。 G、 先ほどと同様にイベント FX からチャンネルブレンドでグリーンのチャンネルを作っていきます。一つ目のチャンネルブレンドの選択をグリーンチャンネルの割り当て、そして二つ目でグリーンのみ、そして不要な色を削除、グリーンを1、それ以降の数字は0、0、0、こんな感じですね。ソロで見てみるとグリーンだけのチャンネルとなっています。さらに複製します。トラックを複製、一番上に移動してブルーの B、 同じようにエフェクトからチャンネルブレンドでブルーチャンネルを割り当て、二つ目のチャンネルブレンドでブルーのみに設定、純粋な青以外の掛け合わされた不要な数値は0。これで青チャンネルの素材ができました。それぞれ見ていくと、赤、緑、青となっています。これをスクリーンモードで赤の上にグリーンを乗せるとこんな感じとなり、さらにブルーを乗せると元の色になるといった形となります。これで RGB チャンネルに分割できましたので、あとはこの絵をそれぞれ少しずらしていきます。例えばブルーのイベントパンクロップを開きます。そして少し位置をずらします。するとこんな感じで色ずれの表現を作ることができます。同じようにグリーンもずらします。こんな感じで色ずれの表現を作ることができます。さらにこれはキーフレームでアニメーションさせることができるので、例えば一度元に戻します。デフォルト同期カーソルをオンにして、
タイムラインの時間とここのカーソルを合わせます。この状態で少し進めたところで移動、大きさを変えたり移動ですね。そして時間を進めてデフォルトで元に戻ると、同じようにグリーンのチャンネルもイベントパンクロップでずらします。少し時間を進めたところで大きさと位置を変更、そして少し時間を進めてデフォルトで元に戻る。赤も動かします。少し時間を進めたところで調整、さらに時間を進めたところでデフォルトで元に戻る。これで再生すると色ずれが起こって元に戻るといった表現を作ることができます。こんな感じで Vegas Pro で色修差、色ずれの表現を作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。